はい、今日は、6月19日月曜日ですね。もう夏も中盤に差し掛かってきました。暑い暑い夏だね。なんかジメッとしますね。ジメッとします。僕のこの新しいこれね、ソンピー、うん、これあのそうエアリズム基礎材なんですよ。まだね、結構サラッとして綺麗です。あ、いいっすね。じゃ触ってみよう。いいっすね。いいでしょ、質感が。ぜひね、売らないけどあのユニクロのエアリズムすごくいいので、あのぜひねこれ着てみてください。それにこのねアプリケつければね、サマリン T シャツになるっていう、そういう中にございます。裏中はですね、裏中はですね、裏中はですね、うん、上手、あれさすが。はい、ということですね、今日は上手いはい、今日は、2件です。今ね、はい、ここで2件目のね、アイカルさんでやらせていただいてます。はい、まず1件目はね、パシフィック陽光さんでございます。イタリアワインとシャンパーニュだったんですけども、イタリアワインをご紹介させてもらいます。はい、ご覧ください。はい。イタリア、エモニーですね。マルビラさんの作る、はい、ロエロリゼルバトリニータ7800円、はい、ヴィンテージが2010年です。年だいぶ結構ヴィンテージですね。マルビラさん、場所がピエモンテのロエロです。はい、ピエモンテロエロでございます、ね。まあ、ピエモンテといえばバローロだったりとかね、そういう風なバルバレスコ有名ところあるんですけど、ロエロもですね、非常にいいワインを作るところでございます。ちょっと熟成したあの風味に感じられる、はい、ちょっとあの枯葉みたいな香りというか、うん、ちょっとタバコっぽいような風味にします、うん、やっぱりこの、まあ、2010年、もう13年ぐらいこう、ね、熟成されてるっていうので、やっぱり飲み頃に近づいてきていて、非常にこれは久しぶり、なんかこうバックヴィンテージのワインってこういう風に味になってくるんだよっていうのが非常に分かりやすい素晴らしいワインだと思いますね。特にあのマルビラさんって結構エレガントな作りで、うん、結構最初若い瓶ですが物足りないなとか思ったりするんですけど、2010年どうかなと思ったら、そのエレガントなままでしっかり旨味が出てきてるから、なるほど、めちゃくちゃ例えるならどんな女わかんないですよ、うん、でも本当本当に綺麗な感じでちゃんとね、すごい年が経たそんなワインだと思いますので、非常にこれはありだと思います。素晴らしいワインですね。じゃあソムリンポイントいきましょうか、うん、ポイント5.7ぐらいです。いいと思います。なんか僕もね、飲みながら多分点数上がるだろうなっていうふうに思って、本当にこれは美味しいワインですね。これが5000円台ですか。7000円台、びっくりした。7000円台でもこれだとかなりすごくいいワインでございます。2010年ヴィンテージのね、イタリア系のね専門店ではぜひねいいと思います、はい。まあでもちょっと売りにくいか、ロエロっていうところがやっぱりちょっと弱いかもしれないですね、うん、味はめちゃくちゃいいんです。そうなんですよ。なんでぜひね、クロートの皆さんぜひ買ってみてください。はい、はい、何食べたいとかありますか、うん、熟成してるの、ちょっと熟成があるんでなんかいろいろ試せそうな気がするんですけど、うん、そうですね。なんかでもやっぱり王道としては牛肉とかそっち系でいいですね。なんか前僕たちがまずちょっとこれ公開してない動画ですけども、あのロカプレートのさ、あのセブンのレンチンのやつ、あれが11年のやつとバッタリとかあったりとかしたんで、もしかしたらこういうのに合わせてみるのもいいかもしれないなと。あとはその牡蠣とかもいいかもしれない。あ、いいですね。なんかいろいろとやってみれば非常に合わせやすいと思います。はい、おい、ということで1軒目は、うん、パシフィックさんロエロでしたね。ロエロ、はい、それでございます。マルビラーのロエロ、美味しいことございました。さすがでございます。はい、で次はアイカルさんでございます。まあ、ここでございますけどね。アイカルさんといえば、まあ、I love カリフォルニアってことなんですけども、カリフォルニアって言ったら大体 ね、あのね、カベルネとかに行きがちなんですけどね。違うんだな。アイカルさんであんまりカベルネないですね。ね、ちょっとしかない。大体あるのはピノとシャルドネっていう。カリフォルニアって思うかもしれないけどね、素晴らしいワインなので、ね、ぜひ。私はカリフォルニアのピノをここで学びました。そうだね、間違いないね。でも今回も最高のやつです。はい。はい、
アメリカ、カリフォルニアですね。はい。ロアワインズさんの作る、ロアサンタルシアハイランズピノノワール2021年。はい。新ヴィンテージですかね。新ヴィンテージです。1万円ぴったり。よし、これはエクセレンス瓶の候補です。うん、でも本当にあの僕たちロアっていうワインはもうずっと好きなんですけど、この21あのバッチリうまい、うん、ちょっとびっくりした。最近こういう1万円でこういうクラスはなかなかないんじゃない。ないね。まあやっぱりさすがアイカルさん、さすがロア、うん、めちゃくちゃうまいですね。ね、めっちゃうまいよね。なんかね、まず2021っていうヴィンテージやっぱりこうすごくいいという風にアメリカではなってます、うん、だからちょっと面白い、ブルゴーニュとかねボルドーとかになるとすごいまたねちょっと微妙なヴィンテージっていう風な位置づけなんですけども、うん、やっぱりね国によってねいろいろとヴィンテージの良し悪しっていうのは変わってきます。非常にこれは人気いいですね、まあ、飲むとその果実味がやっぱりジャムっぽいんで少しアメリカかなと思うんですけど、うんうん、最初の香りのなんか閉じた感じとかちょっとニューワールドを思わせるような。そうですね。でもアフターも長いぜこれ。長いっすね。これ正直ちょっとまた上がんじゃねえかなとも思ってはいる、うん、そうですね。これは本当にいいワインだね。これちょっともうちょっとねあの温度低くしてキュッと締めてから飲んだりとかするとまた非常によろしいんじゃないかなと。5年後10年後とか見てみたいですね。いやー一ケース買いたいやつ。絶対出汁みたいなこう旨味が出てくるんだろうなね思わせるワインですね。今のトレンドとしてのワインの味わいとしても素晴らしいし、うん、出来も素晴らしいし、なんかいいとこ取りの素晴らしいワインだと思います。22ケースしかない。日本にね、日本に少ない。一瞬でなくなるかもしれない。いや本当そうだよね。あのだからまあこれ見てる方ね多いと思いますけど、プロの方なんかはね多分ねこれ早めに確保していただいた方がいいと思います。はい、じゃあソムリンポイントいきましょう。ポイント6.5でどうでしょう、うん、やっぱあるね。うん、いいと思います。これは正直やっぱり1杯飲んで2杯飲んで3杯飲んでっていうと、うん、どんどん点数が上がっていくという恐ろしいワインで、ちょっとね、うん、自粛しなきゃいけないってぐらい。 6.5 でちょうどいいと思いますね。ちょっとキュッと冷やして、うん、一回ちょっと締めたいですね。でこれずっとなんか1本本当にアメリカのワインって1本飲めないものが多いんですけど、これは余裕で飲める。でも度数は 14.5 あるんですけど、それを感じさせないバランス。感じないね。あ、あら、ゆかちゃんちょっと読んじゃって、サンタルシアハイランズアプラシオン名の名前ですが、フランシオーニ家が所有する畑ピズノニ家とを共同管理する畑のブドウのみで作られている。もうハイブドウは使われていません。サンタルシアハイランズのクラシカルな赤い果実の香りからチェリーやしなやかな土っぽさに包まれたハーブが感じられます。度数 14.8、 製造1840ケース、少ないですね。少ないですね。ベンチオーク 100% ですね。シンダル率 45、 タル熟成 11ヶ月。やっぱ素晴らしいワインでございますね、うん、やっぱこれちょっとついついやっぱりなんか有限にするね人をね。いいですね。いいワインです。シャルドネもめちゃくちゃ美味しかったんですけど、シャルドネもすごい本数少ないですね。44ケースしか。あら、ほんと。なんかシャルドネに関してもさ、ちょっと温度をもうちょっとキュッと締めて飲んであげたらすごくいい、うん、いやすごいいいワインです。ぜひこれね本当にうまい、うん、ぜひ飲んでみてください、はい、何か食べたいものありますか。まあでもなんかこのワインとく夏ぐらいでよかったりとかするね。そうですね。少しやっぱり果実の甘みというか感じるんで、なんかちょっとベリー系のソースをつけた肉料理とか、うん、僕ねもうバターつけたバケットでいいなと思ってます。いいですね。これ飲んだらあれですね、ちょっとベリーバゲットみたいな感じ。ベリーバゲット、ナイスバゲット。ソースの割りですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今回はロアをご紹介させていただきました、はい、最高でございました。やっぱりうまいっすね。そして今ズカちゃんの手元にはねまたねロアのローゼラズビンヤードピノワール2021年、13,000円のやつですね、あります。本当にね、ロアね、2021めちゃくちゃいいヴィンテージだと思います。うん、これ飲んでたらやっぱりうめえなと。うまい。本当にうまいよね。おおと。で、今回はね、ちょっと1万円のやつが、僕たちの中でコスパがいいかなと思ったんで、はい、そちらを選ばせていただいてますけども。なかなか1万円でね、こういう味のやつ買えない。ない。難しいですよね。いや、ない。まあ、特にね、最近、まあ、円安傾向。うんなのでもっとなんか高くなりがちなんですけども、非常にこれはねあのお安く、まあ、コスパのいいワインだと思いますので、ぜひですねご購入いただければと思います。
ということで、今日はこれで終わりでございます、はい、明日は明日で3つぐらいすごい色々、ね、そうですね、まあ、でも場所はちょっと近いのか、そうね、まあ、頑張っていきたいと思います、はい、それではまた次回お会いしましょう、ありがとうございます。